リサーチアドミニストレーターとは、企業や大学、研究所などの高等教育研究機関において、研究面から、経営、運営に直接的に関与する、上級管理職、役員給職のことである。トップダウンの支配命令型リーダーではなく、調整管理型リーダーである、サーバントリーダーとしての役割を担う役職である。株式会社などの企業でいえば、 執行役員級の管理職であり、上級職は取締役級の職位である。現在、リサーチアドミニストレーターの一般的な日本語役は存在せず、企業では RA、大学や研究所などの高等教育研究機関では裏と呼ばれることが多い。本校においては RA、裏として記載する。RA は欧米において企業研究を支える。 専門職として発展した。また、特にアメリカの大学機関では、研究面での管理を行う専門職として、裏が発展した。企業研究者や大学研究者の研究管理や大型プロジェクトの獲得支援などはもとより、研究面から企業や大学経営、運営に参画する経営人の立場でもある。上級 RA。 上級裏は、社長や重役、学長や理事と同じ経営陣の一員として、企業、大学経営、運営に直接的に携わる。上級 RA は、取締役に該当する職である。また上級裏は、株式会社の職位で例えるならば、学長は、代表取締役社長、理事は、常務、専務取締役、上級裏は、取締役といった感じである。 上級以外の RA、裏は、経営陣の一翼を担うとともに首脳部の決定事項を執行する立場でもある。株式会社で例えるならば、執行役員級の職位である。つまり、RA、裏の職務と権限は、経営陣のそれと同等であると言える。RA、裏は、研究面から、企業、大学を経営、運営する役割を担うとともに、 研究開発をも担うため、各研究員や経営人、外部研究機関との連携を進め、取りまとめるサーバントリーダーのような役割もある。日本の企業における RA の導入はほとんど行われていない。RA の役割は、企業で言えば、研究管理部のような存在と思われがちであるが、RA は企業の経営、運営に直接的に携わる職位のため、 事務管理面の強い研究管理部に所属する職員とはかけ離れたものである。上級 RA は最高技術責任者に近い職務と職位である。日本における裏は2012年に文部科学省がリサーチアドミニストレーターを育成、確保するシステムの整備が実施されている。各大学では裏の設置が進められているが、その認知度の低さから 教育研究現場では、研究の事務を手伝う人と勘違いしている場合が多い。事実、教育研究現場からは、人手不足になった講座の事務処理を担う人材として、求める、便利屋的な見方がある。また、日本の大学の中にも、上級裏はもともと大学指導部の役員が兼務、するだけの、お飾り的な職位であったり、裏を事務職として処遇し、 前述した事務的な業務に従事させること、教員の職会として、教授より、会に捉える場合がある。これらは、本来の裏の職務とは、かけ離れたものであり、また職会に関しても、大学経営、運営を担う役員級の裏と一講座の、管理者でしかない教授では、大幅な開きがある。しかし、日本における裏導入は始まったばかりであることや、 大学経営陣も手探りであることなどから、海外のような本来の裏の職務を運用できないことが影響していると思われる。ただし、日本の大学の中にも、海外の裏と同様に、大学経営の中枢に裏を置く事例もあり、これらは海外の裏制度に近いものである。ありがとうございます。